そうだ、最後にバラードで渋く決めたいと思います。この歌は本当は客が来ないで席がちらほらしてた時のために作った歌なんだけど、武道館で会おうねって言った女の子が来てくれなかったっていう、そういう歌なんです。でもこんなに席がいっぱいなんでとても嬉しかったです。ピアノを江川邦人が弾きます。本当に皆さん今日はありがとう。それでは最後のアンコールも最後の曲です。気をつけて帰ってください。大きな玉ねぎの下で。
空に向けば澄んだ空に